よっしゃ、今日も一日終わった。なあなあ、今日うちで一緒にさ、お茶菓子とハーブティーでもたしなみながらおしゃべりしない？あ、優雅なお誘いだね。いいけど。おい、静かに。誰？あれ？石田先生は？授業の時までいたのに。はじめまして、普段1年生を担当している森本です。急遽石田先生が体調不良で帰られたので、代わりに私が終わりのホームルームを担当します。ああ、そういうことか。石田先生大丈夫かな？森本先生って確か生活指導の先生だよね。よく校門の前に立ってる。ああ、そうかも。今日はみんなに、大事な、話があります。今朝学校に連絡があっただろうですが、最近この学校の周りを不審者がうろついているらしいです。不審者？不審者？物騒だな。不審者が、下校中の生徒に話しかけて、生徒が困惑している様子を近隣住民の方が頻繁に目撃しているそうだ。うわー、怖いな。怖いね。不審者情報をまとめたプリントがあるから、はい、これ回してください。先生も読んでいきますね。近隣住民の方々によると、不審者の特徴は、見た目は50代前半、身長190センチほどの大柄な男性、肌は褐色、メガネをかけている、髪型は黒髪のオールバック、髭を蓄えており、不審者俺じゃね？え？不審者すごい俺のことじゃね？え、確かに。え、特徴全部当てはまってた。確かに。先生不審者なんですか？先生が？先生何やってんの？落ち着いてくれ。教師の立場で不審者なんて信じられない。教師失格。そうだよな。いやいや待て、落ち着け。そんなわけないだろ。俺が不審者なわけない。え、だって教師だよ。確かに先生が不審者なわけないか。確かに普通に考えてありえないか。先生、他にも不審者の特徴が書いてありますよ。そうだな。男は校門の前で女子生徒のスマホを取り上げたり、スカートの長さについて言及したりしていた。うわ、キモー。早く捕まえよ。気持ち悪い。いや、待て。いや、これ俺だな。先生、先生俺なんだけど、いや、指導としてね、生活指導としてスマホは持ち込み禁止だから没収しただけだし、スカートも規定の長さより短くしてたから注意しただけだ。なんだ、先生か。近所の人が先生を信者と勘違いしただけだ。あ、待って、この下に書いてあるのめっちゃ怖い。え？頻繁に学校に出入りする姿を目撃されている。怖い。先生だから、これは先生のことを言ってるから。先生が普通に学校に出入りしただけ。これを近所の方々が信者だと勘違いしただけ。何も起きてない。普通のことね。先生なんじゃん。じゃあ普通か。じゃあ普通だよね。そう、普通のことだ。これは勘違いだ。まだ情報ありますよ。え？放課後誰もいない理科室に入り、数時間出てこなかった。なんだよそれ。やっぱそうじゃん。おかしいじゃん。いや、だから信者だよこいつ。やばいもんだって。いや、先生だから、これも先生だから、先生理科担当だから理科室こもることあるから、普通だから。あ、そうか、普通か。これは普通のことだから。普通か。普通のこと、これ普通のことなんだ、うん、うわ、その後やばい。え？女性教師に怪しい形状のクッキーを渡していた。いや、落ち着いて。普通に先生が先生の好きな先生にクッキーを渡したのね。そこにナッツ入れたら形が少し別になっただけだからね。俺だから、これ先生だから普通のことね。普通のことでしょ。あ、そうか、先生なら普通のこと。先生なら普通のことか。普通？冬のプールでバタフライしてた。やだー。やっぱー。気持ち悪い。どういうことか。やばいでしょ。いやいや、これも俺だから。俺、先生だからプールも使うでしょ。新車じゃないって、これ。先生がやってるから、これ。先生か。バレーボール部の女子生徒にナックルの投げ方を教えていた。これも俺。先生だから。先生、バレー部の顧問だからね、これ。じゃあ普通か。ナックルな、そりゃな。バレー部にナックル。学食の厨房に勝手に入ってちょっとタレを持って帰ってた。怖すぎー。それ俺も、俺教師だから。学食って教師も利用するでしょ。じゃあ普通だ。じゃあ普通だ。普通？家庭訪問で勝手に冷蔵庫開けてた。誰もいない校庭に侵入して草を食べてたり、当てずっぽうで知らないタイムカプセルを掘り当てようとしていた。屋上で裸踊りしてた。いや、それも俺。全部俺。なんだ、先生か。だから普通のこと。いや、めちゃくちゃ不審者じゃねえか。